で弁護士っていろんなとこでね、まあいろんな弁護士に会うんですよ。その事務所の弁護士だけじゃなくて、例えば、まあ、弁護士会っていうのがあってね、そこで委員会活動って言って、まあ、社会運動というか、まあ、社会活動みたいなのしてたりして、そこでだけ会う弁護士がいたりとか、まあ、交友会って言って自分の出身校の人たちの、まあ、同窓会っていうわけでもないですけど、その出身校のメンバーの集まりとか、あとはまあ弁護団、弁護団やってる人は弁護団だけで会う弁護士とかいて、いろんなコミュニティがあっていろんな弁護士に会うんですよ。で特にまあ若手の時とかは一気にいろんな弁護士に会うんで、名前覚えられないとか、この人誰やっけだみたいなことがすごいよくあるんですよ。で裁判所で、おお小竹君とか言われても、誰やっけこの人ってなることすごいあって、それを困ってて僕ね、アニメンに相談したことあったんですよ。そしたらアニメンが、もうそれはあるあるやと、弁護士やってたらそれすごいある、でもこれも対処法1個あって、とりあえず先生って呼んでたらなんとかなるかって先生って呼び合うんですよ弁護士って。でもう名前なくても先生って言っといたら会話は進むし、そこで思い出せるかもしれんし、まあ思い出せなくても一応まあなんか流れていくと、会話としてはね。だからそれをやれって言われて、なるほどありがとうございますアニベンさんって言って、僕それ覚えてたんですよ。である日ね、まあ、またエレベーターでさ、裁判所のね、裁判所エレベーターめっちゃあるんで乗るんですけど、エレベーターで待ってたら向こうからね、絶対見たことある弁護士で来たんですよ、先輩であろう。でもう見た瞬間に僕があっていう顔しちゃったんで、知ってる人やっていう顔しちゃったんで、なんか声かけないわけにもいかないから、あ先生お久しぶりですって言ったんですよ。そしたらその先生もえってちょっとびっくりした感じで、おお久しぶりですって言って、この人誰やっけなって、僕はそのエレベーターを待ちながら、待つ時間もあるしね、考えてたら思い出した、そうだこれ弁護士会の集まりで懇親会があって、その二次会があったんですよ、その1ヶ月前ぐらいに。でその二次会の時にお金出してくれた先輩やし、全部お金出してくれた人だと思って、で僕はとりあえずごちそうさまでしたって言ったんですよ。この前ごちそうさまでしたって言ったら、なんかえってすごいびっくりした顔して、おおどういたしましてって言ったんですよその人はね。で僕それ終わってからね、あの人と結局誰やったんやろうって、あれ会ってたんかなと思って、なんか変なリアクションしてたし、誰やったかなと思ってたら、あ勘違いしてたってなって、その懇親会でお金出してくれた人じゃなくて、1ヶ月前まで裁判で争ってた相手がねってなったんですよ。しかもその裁判で僕が圧倒的な勝利を収めた弁護士で、その人に対して僕はこの前ごちそうさまでしたって言って、とんでもないこと言ってしまったなっていう。でよくあの先生もあどういたしましてって、先輩としてすごすぎるやろみたいな、なんかそういうのを